花園を決めた瞬間の心境はどうでしたか？とても接戦だったんですけど、最後ノーサイドの笛の瞬笛が鳴った時はみんな一人一人すごい喜んでて、自分もホッとした気持ちになりました。今年のチームの特徴を教えてください。はい、フォワードバックス一体となったアタックと前に出る鋭いディフェンスです。花園での目標を教えてください。今年の目標は花園一勝なので、去年一昨年果たせなかった一勝を必ず今年は取りたいと思っています。3、2、1、リバイ。